本日はお忙しい中、決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。代表執行役社長の石村です。2023年12月期決算について私からご説明差し上げています。それでは早速ですが、始めさせていただきます。はい、こちら、2023年の総括ということで、こちら記載の通りなんですけれども、収益性が改善した FX が、まあ、業績の全体を牽引しています。で、前期比で増収増益という形になっております。強いものをより強くする方針の下で、FX のスプレッド縮小やキャンペーンの実施、あと CFD の銘柄追加などですね、主力商品の利便性向上とさらなる顧客基盤拡大に向け取り組みを遂行してまいりました。既存事業のサービス価値、生産性、経営効率の向上を図るべく、組織再編を実行し、組織力を強化しております。以下はですね、各サービスの振り返りです。FX 事業に関しましては、298億円という形で、前期比で27.1%の増収です。収益性がですね、今期から飛躍的に改善しておりまして、過去最高収益を記録しております。一時的にですね、17%台に低下したグループの取引シェアもですね、20%台は回復しておりまして、まあ、こちらはですね、まあ、一旦シェアを下げる中で、まあ、想定してた通りでして、まあ、これを今後もですね、ここを伸ばしていくということは変わりございません。CFD の方ですね、こちらは81億という形で、前期比からはですね、8.8%の減益とはなっております。そういう意味で三角です。前期比で減収ですが、まあ、株価指数だったり、コモディティのともですね、高水準で推移しております。で、銘柄追加を積極的に行いまして、20銘柄の新規銘柄の追加、あとですね、株式だったり、FX だったりからのクロスセルを実施しまして、認知度向上に取り組んでおります。まあ、こちらはですね、三角といえどもですね、内容的にはですね、お客様の、ベースも増えておりますし、まあ、残高的にもですね、取引高も増えておりまして、以降もですね、しっかり伸ばせていけるんじゃないかなというふうに考えております。で、タイの証券のところですけれども、こちら26.2%ということで、前期比の8.4%減です。債権回収、こちらも債権回収に集中しておりまして、債権回収に向けた訴訟の対応だったり、信用残高の圧縮に取り組んでいるという形になっております。で、暗号資産のところはですね、33.4億ということで、前期比9.1%減と。まあ、引き続きですね、マーケットが、今期のですね、前半、特に前半の方はですね、低調なマーケットでして、で、まあ、減収ですが、まあ、2023年の10月以降ですね、ビットコイン価格だったりとか、その他の暗号資産の価格もですね、活況な、上昇し、マーケットも活況の状態でしたので、まあ、売買代金、収益ともに増加傾向で推移しておりました。で、まあ、そういうところでは、まあ、その形にしております。で、新規事業に関しましては、まあ、NFT 事業ですね、ユーザー数10万人超えました。バーチャルオフィスの事業もですね、1万ユーザーを突破して、顧客基盤は順調に拡大しています。というような状況ではあるものの、一方でですね、収益拡大が課題という形です。で、NFT に関しましても、マーケット自体がですね、なかなか、盛り上がりに欠ける状況でして、収益につながっている。で、バーチャルオフィスのところはですね、今はですね、どちらかというと、マーケティングフェーズでですね、お客様の数を増やすことで、そこにですね、コストを、投入してますので、収益については、そこまで得られていないというような状況になっております。続きましてですね、タイの証券事業のブレイクダウンですけれども、こちらに記載の通りです。タイの証券事業の大洋油価証券の時価下落を受けて、不良債権化した信用取引、貸付金について、2023年12月末の BS に計上しているのは以下の通りですね、135.4億という形になっています。そのうちですね、貸し倒れ引き当て金は70.5ということで、で、まあ、こちらにありますように、四半期、最後の、第4四半期の、貸し倒れ引当金の繰り入れの計上は12という形になっております。まあ、合計で75億ありますという形です。で、対子会社が、債権獲得
確定のために取得した有価証券の時価の下落に伴って、第4四半期の有価証券投資の評価損が3.1億で、こちらは特別損失として計上しております。で、2023年の特別損失計上額は、記載の通りで9.6という形になっております。まあ、こちらですね、不良債権残高、貸し倒れ引当金という形でなってまして、まあ、追加計上リスクというところですね、64.8億円という形にしております。これ、まあ、単純に差額、残高と引当金の差額という形で、64.8億円の、追加リスクがありますという形を、まあ、開示させていただいています。まあ、この債権に関しましてはですね、追加で担保を取得したりとかですね、あと、契約を巻き直したりということでですね、まあ、保全のところは、以前にしっかりできているのかなと思ってますので、ここは引き続きですね、注意しながらですね、しっかりと回収していきたいなというふうに考えております。で、タイの証券事業の信用取引の不良債権残高の推移ということで、こちらですね、従前からですね、こちらの事業自体をですね、縮めていかないといけないということで、そこを注力しますということで、皆様にお伝えしておりましたけれども、こちらがですね、どういうふうな内容になっているのかっていうのを、ちょっとわかりやすく表明させていただいております。で、こちらの青色の部分は、現在ですね、信用取引の残高になります。で、グレーの部分はですね、不良債権化した部分がですね、信用残高から違った契約に巻き直されていますので、こういう形でですね、不良債権として上に乗っかっていますと。で、残高自体はですね、こちらの上下の矢印のところにございますけれども、ここがですね、我々がまあ信用取引としての債、あの、を圧縮している部分でございまして、この2023年の中でですね、107億円、約107億円の圧縮を行いましたということになります。で、こちらにつきましてはですね、まだまだですね、足りないということですね、もっと縮めていかないといけないかなと思ってますので、引き続き注力していきながら、債権を回収していくという活動を、注意深く続けていますというような状況です。はい、で、決算サマリーですけれども、前期比ですね、2022年との差でいくとですね、こちらにご覧の通りですね、増収増益という形になっております。まあ、一重にですね、こちらは FX の収益性の改善というのが構想してですね、タイの引き当ても発生したもののですね、そこを上回った形で、増収を、確保できたという形になっています。はい、で、2023年のセグメント別の状況ですけれども、前期比でいきますと、証券 FX 事業のところは、営業収益、13%増のですね、478億、利益の方でですね、営業利益のところでは、53.2%で145億という形になっております。まあ、2022年はですね、銀行の引き当てとかですね、あとタイの、引き当てもありまして、営業利益のところが、相当へこんでましたけれども、今期は、しっかりとですね、回復させられたというような状況が見てくれると思います。で、暗号資産のところはですね、営業収益が、36億からですね、33億ということで、10%弱、まあ、9%ですね、下がりましたけれども、営業利益のところはですね、1.6億を確保していますという形です。まあ、こちらはですね、まあ、2022年、まあ、21年、22年とですね、暗号資産の市況が落ち込んでいるところで、まあ、なかなか収益が上がらない中でですね、コストのところを、どんどんと絞っていましたので、まあ、減収ではあるものの、まあ、収益としては、利益としては確保できるというような状況になっております。はい、で、こちらが、まあ、ブレイクダウンですね。まあ、ご覧の通りでですね、FX の収益が、全体を大きく牽引していますというような形になっています。はい、で、株主還元の配当のところですけれども、まあ、配当成功は50%以上として、年4回の配当を、形でやっておりますけれども、この四半期はですね、7.2円と、1株当たり7.2円で、
年間 32.8 円の配当でですね、2024年12月期の目標の連結配当成功50%以上というのは達成しております。はい、続きましてですね、第4四半期のマーケット環境で、一番左はですね、株式市場でございます。株式市場はですね、日本株のですね、活況なマーケットが、構想してですね、まあ、相当な、数が増えています。という形になります。で、店頭の FX もですね、通常ですと、例年ですと12月に結構落ち込んで、12月は結構減るんですけれども、今期はですね、12月もですね、以前その金利だったり、そういうのも不安定さもありまして、為替のマーケット活況でですね、あまり減らなかったというような状況になっています。で、暗号資産に関しましては、ちょっとこれデータがですね、四半期、第4四半期のデータは、10月、11月しか入ってはいないものの、第3四半期と同じぐらいのボリュームがありまして、さらに12月、ボリュームがありましたので、久しぶりにですね、常に右肩上がり、下がりだった、取引高もですね、ちょっと右肩上がりできたかなというような状況になっていまして、まあ、1月、この1月も、取引高自体は、結構な量があった。というふうな認識でおります。はい、で、決算サマリーね、前四半期との比較です。まあ、増収となる一方、タイの証券事業における貸し倒れ引当金繰入額および特別損失の追加計上で減益という形になります。まあ、こちらはですね、もう記載の通りなんですけれども、タイの証券で、担保に保有しているというか、担保に取っている株式の一部でですね、結構な値下がりがありまして、そこで柱の引当金の繰り出が発生しましたというような状況です。セグメント別の状況で、前四半期との比較です。まあ、こちらの営業利益のところの凹みがまさに先ほどお伝えした通りでして、タイの引当金で収益が営業利益ですね、下振りしているというような状況です。暗号資産事業に関しましては、最後の四半期が好調だったために、第三四半期と比べてですね、68%増の、営業収益があり、営業利益もですね、3億2000万で、こちらはですね、10月、12月の営業利益の増減というところです。まあ、先ほど申し上げた通りで、貸し利益のところが大きく出ているのと、まあ、そこをですね、FX、CFD、暗号資産のところで、補えているにはなっております。こちらですね、四半期のセグメント別の営業収益です。まあ、こんな形に。利益の推移も、まあ、こちらご覧のとおりです。で、販管費のところですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、引き当てのところが大きく、まあ、その他の一番上に乗っかっているグレーが引き当ての部分ですけれども、まあ、それ以外のところに関しましては、しっかりとですね、そこまでブレることなくマネージなという考えておりまして、まあ、こちらの右下の方になりますけれども、まあ、大体約77億円というのが、通常の我々の、まあ、コストのレベル感かなということで、まあ、ここをですね、あまりぶらさないように運営していますというような状況です。続きまして、事業の状況です。で、まあ、好調というふうにお伝えしております店頭の FX です。取引高のシェアは20%前後で、まあ、安定的に推移しています。一時期、ちょっと凹みましたけど、こちら、グループ全体でですね、12月は20.3%のシェアを確保しております。で、預かり証拠金もこちらですね、まあ、3.7%、イヤーツイヤーで3.7%で安定的に推移しております。
をして、まあ、我々はですね、ここの預かりのところとお客様の数、まあ、アクティブのユーザーさんの数っていうですね、主要な KPI、重要な KPI としてずっとしながらやってますので、まあ、そこの、預かりが伸びているっていうのも、いい傾向かなで、CFD の売買代金に関してはこちらにご覧です。ニアティアで6.5%減ですけれども、まあ、収益は14.5%で、4級は、3級、2級、3級とちょっと、下がってましたけれども、まあ、4級の取引も結構して、まあ、ここもですね、取引高的に言うと、まあ、日本株だったりとか、アメリカ株の、マーケットが良くてですね、そちらの CFD の商品、それ関連の CFD 商品の取引が結構増えたために、このような増加が見られているという状況です。で、CFD の預かり証拠金の推移です。で、こちらですね。まあ、4級のところでは、この形で、670で、年間で4.9%減。なんですけれども、まあ、ここはですね、まあ、確かに数的には減ってますけれども、まあ、お客さんの数を見たりですね、まあ、マーケット状況でですね、まあ、ロスカットがあったりとか、お客様が多少、大きなマーケットの変動があるとですね、傷んだりしてですね、一時的にまあへこみが出ることもあるので、まあ、そういうものかなとは思います。で、特にここは問題視はしなくていいかなと思ってますし、まあ、来期以降もですね、順調にですね、伸ばしていけるんじゃないかというふうに考えております。で、株式ですね、国内株式の委託手数料ですけれども、まあ、こちらはですね、やつやで2.9%減です。まあ、こちらは皆さんご存知の通りですね、マーケットでは手数料の無料化みたいなのがすごく、インパクトがありましてですね、そこで我々も影響を受けてないわけではなくですね、多少ですね、お客様がですね、競合他社に流れるというような状況も見ては取れてはいます。で、その中で、やはり取引のところが減っていくことで、まあ、手数料もそれなりに減っていくというような状況です。ただ、まあ、我々としてはですね、ここの部分というのはですね、まあ、ゼロに、追随するということを行わずにということを今これやってますので、まあ、多少仕方がないという形で、他のところでカバーしているというふうに考えております。で、金融収支ですね。まあ、こちらの、信用取引で得られる資金収支ですけれども、まあ、そこの部分もですね、まあまあ、とはいえですね、結構取引がありまして、マーケットが好調であれば、信用取引ももちろん取りになり、我々としても、年間ではですね、17.2%増えていますので、信用取引のところはさらに伸ばしていけるかなというふうには考えております。で、暗号資産の売買代です。で、これは、先ほどもお伝えした通りなんですけど、この4級では、増えてまして、前期に比べましても、この運休の効果もあり、多少13.8%増えています。で、口座の、推移に関しましても、まあ、右肩上がりで、まだまだですね、口座の申し込み、活況ですし、この形で、そうですね、5万3千件口座が増えて、残高も増えています。いうような状況になっています。で、暗号資産セグメントの収益の推移ですけれども、まあ、こちらに記載の通りです。左側はまあセグメント収益の推移ですけれども、まあ、取引があれば、収益も上がるという状況になっておりまして、利益に関しても、今回ですね、4級は3億2200万円を確保しました。という形です。で、まあ、今後のためにということで、まあ、ここはですね、まあ、ずっと、同じことを言い続けてますけれども、まあ、強いものをより強くするという形で、
FX に関しましてはですね、サービスの利便性の向上、で、マーケティング強化による顧客の、その後の拡大。で、グループ内のリソースの集約化、効率化、促進で、利益率を向上させるということに注力してまいります。で、CFD に関しましても、まあ、ここはですね、先ほどの 株式のところでは、まあ、現物株のところではですね、我々なかなか力入れにくいということなんですけれども、まあ、CFD、一方でですね、CFD とかですね、我々得意分野の一つかなと考えておりますので、他社さんがですね、外国の現物株をどんどんと始められている中、まあ、我々はですね、ちょっと外国の株の投資ニーズっていうのは確かにあるというふうに考えてますので、外国株の CFD を、強化していきたいというふうに考えています。あと、証券取引 FX からのですね、クロスセルを促進し、まあ、そもそものですね、CFD の取引の、範囲を、広げていきたいなというふうに考えております。で、暗号資産に関しましては、まあ、ストック型の商品、まあ、これは預か、預、お客様のその暗号資産を預かってですね、ステーキングだったりそういうことをすることによって、まあ、収益、多少そこから得られる形だったりして、まあ、取引にですね、取引の量にですね、相当、収益が左右されますので、違った形でも収益を得られるような枠組みにしていきたいなというふうに考えております。あと、法人向けのですね、暗号資産、現物のサービス、今まで、まあ、AML とかですね、その辺の、関係でですね、なかなか体制のを整えるところが大変だったんですが、まあ、体制も整ったということで、法人向けの現物サービスを始めるということだったりとか、まあ、IO をですね、強化していき、まあ、年間にですね、1件か2件の IO はやっていきたいなというふうに考えております。で、タイの証券はですね、まあ、こちらも引き続きですけども、まあ、まず債券回収と、まあ、信用残高の圧縮ということに集中していきたいというふうに考えております。で、あとは新規事業ですけれども、まあ、NFT 事業のところですね、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、なかなか、環境的に収益を上げにくいような状況にありますので、まあ、ここはですね、コンパクトに、事業運営体制で、サービス強化をしながらですね、粛々と、続いていくというふうに考えます。バーチャルオフィス事業はですね、拠点の拡大もですね、どんどん継続していきながらですね、お客様を、にしっかりとですね、数を増やしていくというところに注意です。で、もう一つはですね、新たにヘルスケア分野に参入ということですね。こちらは、ちょっと前にリリースさせていただいているんですけれども、こちらで言うと、パイの大きなマーケットに入っていくことで、我々のその収益の高さを測っていくということを考えております。で、まあ、こちらですね、外出しになってますけれども、まあ、共同出資による子会社の設立。で、ヘルスケア分野のデジタル化推進で新たな価値創造を目指すというのを掲げましてですね、GM ヘルステックという会社を、2020、今年のですね、1月11日に設立いたしました。で、こちらはですね、まあ、医療プラットフォーム、まあ、主に医療プラットフォームを展開していくという形で、2024年の4月に、サービスローンチを行っております。で、株主比率に関してはこちらに記載の通りでございます。で、ヘルセックのですね、詳細につきましてはですね、また事業開始前にですね、しっかりとリリース等々とですね、皆様にはお伝えしたいなというふうに考えております。で、以上でですね、私からの説明は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。